ハビエル・ビジャ・ガルシアは、スペインのレーシングドライバー。2006年から2009年にかけて、GP2 シリーズに参加した。2010年には、ツーリングカーに乗り換え、スペインのミニチャレンジで運転し、後に、世界ツーリングカー選手権でドライブした。ビジャは、2012年のレースカーユーロシリーズストックカー、選手権で3位に終わった。 2008年 GP2 シリーズシーズンのマニークールラウンドでレーシングエンジニアリングのために運転するビジャ。ガルシアはアストリアスのコルンガで生まれた。2006年に GP2 シリーズでドライブする前に彼はスペインの F3 チャンピオンシップに出場し、レーシングエンジニアリングチームと共に2005年シーズンで総合4位でフィニッシュした。翌年、レーシングエンジニアリングで GP2 に卒業し、彼の最初のシーズンは好成績を出すことはできなかったが、2007年は大幅な改善であった。マニークールでのスプリントレースで最初の GP に優勝を果たした。彼は前日のフィーチャーレースで7位でフィニッシュすることでグリッドの2位からスタートした。その後、ポールポジションからニュルブルクリンクとフンガロリングでスプリントレースに勝利した。 彼は2008年に GP2 の第3シーズンのためにレーシングエンジニアリングに滞在。ジョルジオ・パンターノが優勝したのに対し、今シーズンはチャンピオンシップで17位に後退してしまった。スーパーノバレーシングで2008年から2009年の GP2 アジアシリーズ、および2009年の GP2 シリーズでドライブ。彼は2010年の F1 チームカンポスグランプリのレースシートに、 リンクされていたが、彼らがヒスパニアレーシングチームに変わった時、彼はもうリンクされていなかった。2010年のシーズン、彼はスペインのミニチャレンジチャンピオンシップで BMW の運転とのつながりを築いた。彼はそのタイトルを獲得し、シドニーで開催された2010オーストラリアミニチャレンジの最終ラウンドでドライブを獲得し、7位でフィニッシュした。2011年、 ビジャはプロチームモータースポーツ BMW チームと共に世界ツーリングカー選手権に出場しハンガリーで初の表彰台を獲得した。彼はシーズンのトップ10から外れシーズンの12位でフィニッシュした。彼は2011年シーズンの世界ツーリングカー選手権で最高の新人に選ばれた。彼はビタントニオ・リッチの後任として F1 チームのヒスパニアレーシングとリンクしていた。彼は2011年に再びスペインのミニチャレンジに出場し、3レースを欠場したにもかかわらず、チャンピオンシップで5位でフィニッシュした。ビジャは2012年にナスカール公認のストックカーチャンピオンシップである、レースカー、ユーロシリーズに移り、チャンピオンシップで3位になり、6回の表彰台を獲得した。 GP にアジアシリーズウェレンユーロシリーズエリート1。ありがとうございます。